ピードモント大地の分布ピードモント大地はアメリカ合衆国東部から南部にかけて広がる丘陵地域のこと。北はニュージャージー州から南はアラバマ州にかけてまたがっている。大西洋岸平野とは滝線によって分けられていて、その平野と合衆国東部に連なるアパラチア山脈との間に位置している。ピードモント大地の幅は地域によって異なり、デラウェア川よりも北では、 かなり狭くなるが、最も広いノースカロライナ州西部では約4 7 5トルの幅がある。広さは約20万7千平方キロメートルで、本州の広さにほぼ相当する。ピードモント大地は比較的低くて、なだらかに起伏している丘陵である。標高は低いところで約50メートル、高いところでも250から300メートル程度である。 様々な成分と年代の岩石が相互に混じり合った複雑な構成の地質をしており赤く鉄の色をした土壌に特徴がある。この土はすぐ下の花崗岩の岩盤が外気に当たって変色し数世代の間農業の実践には不向きであったことを表す。セシル土壌等はその代表である。ピードモントという名前はイタリアのピエモンテ地域に由来している。 ピエモンテという名は山脈の足を意味し、同地のアルプス山脈に囲まれた平野という独特な地理的条件から来ている。リッチモンド・ピードモント大地の東園にはいくつもの滝が形成されている。これらの滝のある地点は、かつては河川を利用した水上交通において、船で遡れる最上流の地点であったため、船にの積み替え地点として集落が形成された。また、 滝には水車が設置され、その動力を用いた政府運業や防災企業が栄えた。こうして、ピードモント大地の登園には滝ン都市と呼ばれる都市がいくつも発展していった。滝ン都市の例としては、北からパターソン、トレントン、フィラデルフィア、ボルチモア、ワシントン DC、リッチモンド、ローリー、コロンビア、オーガスタ、コロンバス、モンゴメリーなどの例が挙げられる。 これらの多機船都市群の他には、ピードモント大地上の代表的な都市としては、ジョージア州の州とアトランタやノースカロライナ州の最大都市、シャーロットなどが挙げられる。ジョージア州北西部には、アトランタを中心として28群にまたがる、人口500万人を超える大都市圏が形成されている。1990年代以降の金融産業の発展で、地域人口では、 アトランタをしのぐ規模に成長したシャーロットは、南に隣接するサウスカロライナ州にもまたがる、人口約170万人の都市圏を形成している。また、ノースカロライナ州中部では、ピードモント大地上にあるグリーンズボロ、ウィンストンセーラム、ハイポイントの3都市を中心に、人口約160万人に及ぶ、ピードモントトライアド都市圏が形成されている。シャーロット、グリーンズボロ、 ローリーの3都市とその都市圏は高い成長を遂げているノースカロライナ州有数の人口密集地帯で、それらを結ぶ線はちょうど三日月の形をしているため、ピードモントクレセントと呼ばれている。ピードモントブルースカッシュ、ブラインド・ウィリー・マクテル。12弦ギターの奏者として知られた。ピードモント地域は19世紀前半にこの地で起こったブルースのスタイルと密接に関連している。 ほとんどのピードモントのブルースミュージシャンは、バージニア州、南北カロライナ州、ジョージア州出身で、大移動の間、アフリカ系アメリカ人は、ピードモントに移住した。都市部に住む代わりに、西のアパラチア山脈や、そうでなければ、田舎のエリアにおそらく散らばって住み、そしてそれゆえに、例えば、ミシシッピ州北西部のミシシッピデルタ地域で起こった、デルタブルースよりも、 広範囲にわたる音楽の混合が見られた。このため、ピードモントブルースは、ラグタイム、カントリー、ポップスなど、他の地域よりも、比較的ブルースの濃度が薄く、白人音楽の形式の影響を多く受けている。また、ピードモント地域は、ケイクウォーク、または、スロードラックと呼ばれるとして知られる、ダンスのスタイルにおいても独特である。ありがとうございます。